第24回パチンカス、はい、はい、というわけで前回からちょっと期間が空きまして久しぶり、ね、なんか久しぶりの感じですよね、うん、まあ1ヶ月ぐらいなんですけれども、はいはいはい、なんかちょっと久しぶりにまたみんなで打てるということで、うん、楽しみです、はいはい、というわけで、ゲーム実況者のメイヤです、よろしくお願いします。じゃあ高田さんお願いします、はい、高田健志です、よろしくお願いします。お願いします。そして今回のゲスト、なんと人狼会話から来てくれました羊飼いKさんです。はい、どうも羊飼いKです、よろしくお願いします。マジもうこの日のためにあの定期預金解約してきました。いいね、やる気満々じゃん、任せてください。いや俺マジでKさん来てくれると思わなかった。思わなかったよね。なんかで高田さんと誰が来てくれるかなみたいな話じゃないですか。それこそここにいた時だよ多分。あ、そうでしたっけ、うん、あ、そうだ、そう、ここにいて七子さんと話したんだ。そうそう、誰にするって言って、誰もかな、4月出たことない人で、いや出れそうな人っているの、厳しい気がする。 K さん、 K さん、 おもろいけどな、ちょっと呼んでみる、おもろいけど、なんか犯罪行為に抵触しないもんだったらいいですよみたいな。あ、そこがラインなんだと思って、あのガチで何も知らない。あでもなんか聞いたんですけど、なんかちょっとだけ一瞬だけ打ったことあるみたいな。あのスロットは、はい、あのポケモンで、はい、あのポリゴン手に入れるのに必要だったんですよ、スロット。あ、それ、そんなあったんだ。そう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 、タマムシシティってところで打てるんですよ。ええ、もしかして、え、そのそれを打ったことある経験を、あのしし DM さんにちょっと触ったことありますよって伝えた。あ、もちろんですよ。で、ちょっと触ったことがあるって俺に伝わってきたってこと。はい、そうです、合ってます。同じだから、今日同じですね、同じです、ですね、全然思ってたのと違う。あれです、どうしよう。もうそのくらいの知識と、あとあのあれです、廊下側、通路側がどうやら当たりやすいみたいな。なんかちょっと裏の方だな、それ。そう、角台がついてる。なるほどね。近所のおじさんが言ってたんだ。あ、言ってたんですか、うん、昔みんな言ってたから、それみんな言って、みんな負けてたから、それ。そうだね、負けるんだ、それ。いや、わかるな。でも一応そういうのは、じゃ ありますけどね。なんかその、はい、あのやっぱ目立つところにね、言われてた、うん、出しやすいみたいなのはよく言われますけど。あ、じゃあ、何も知らねえんだ。まあ、そういうことになりますね。わかりました。ああ、まあ、じゃあ今日はね、まあ、なんかその僕と高田さんでね、まあ、楽しさを伝えながら遊べたらいいなと思いますので、はい、もちろん今日はね、一番出せなかった人に罰ゲームもありますので、僕ら3人の中で勝負はありつつも、はい、みんなで楽しく打てたらなと思いますので、本日もよろしくお願いします。お願いします。あれ、ケイさんいない。あ、いたいたいた。お疲れ様です。ちょっと探してみましょうか。やりましょう、やりましょう。開いてるね。開いてますよ。やりますか。これなら分かる。これだって分かるでしょ、ケイさん。分かります、分かります。エヴァはもうあの完璧ですね。え、いいじゃん。ロンギーにするのもありでしょ。え、いいじゃない。やりましょう、やりましょう。そう、エヴァなら分かるって言ってたからね。彼らは一体どこに行ったんだろう。うい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 、結構空いてんやん。俺、ああ座ってんのか。あ、オッケーです、オッケーです。じゃあ俺モンキー行きますわ。じゃあ俺はモンキーでいいやろ。モンキー行きます。座れたんすね。脳みそが溶けちゃう。全部私のやつです。お金、あざっ。ちなみにケンさん、人狼するときは何を意識しながらやってるんですか。いかに人が嫌がるか。プラス2の50を突破しました。バーナードイストックです。オーケー。これめちゃ熱くね。これめちゃ熱くないの。これ来てる。じゃあ K さん、はい、まさか K さんと並んでスロットを打つことになるとは思わなかったですけど。いや、今めちゃくちゃビビってますけど。この台マジ怖いから。僕も結構ビビってますよ。じゃあ
はい、行きましょう。行きますか。ここにお金をまず入れてください。やべ、手震える。Kさんの初めてのスロットだ。まあ、こんな感じで打ってきます。あ、そう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 。で、まあ、左リールに黒のバー狙っとけばいいよぐらいです。いや、エヴァ好きとしては、あ、ちょっと楽しいですね。で、今ここにベルマークが出たじゃないですか。はいはい、出ました出ました。この台はベルとかリプレイとかを引き続けて引くとかが大事。あ、その2連続で引いたりすると、はいはいはい、ちょっと熱い。連続で引くの方がいいですね。はい。おうおうおう、人身職。おお、これは90分の1だから、もうケイさん、はい、見てください。僕今71ゲーム回してるんですよ。はい、ケイさん37ゲームなんですよ。だからやっぱ多く回せば回すほどチャンスっていうのは来るんで、はい、まあ基本的にはもうバンバン回して、バンバン回して、なんかちょっと演出来たら黒いバーを狙ってみてください。了解です。とにかく回して、何かケイさんも熱いのを引きましょう。 OK です。お熱っ。お、来てる来てる。人身職からのスイカ、子役変異赤になりましたね。お、来た。お、ゴジラや。ゴジラ来ましたよ。襲来してる。このゴジラ襲来ゾーンっていうのが、ゴジラとエヴァンゲリオンが戦って、はい、そのボーナスを、ボーナスが当たるかどうかの、なんて言うんだろう、演出ですね。はい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 、はいはい、おー、じゃあ今結構リーチかかってる感じだ。まあそうですね、まあ、だから前兆っていうか、うんうん、まあ当たるか外れるかの演出です。はいはいはい。第3戦闘配備、まあ、正直厳しいかもしれない。おお、赤まで行ってくれないかな。お、第2戦闘配備。お、第1周。お、上がってる上がってる。緑まで行きましたよ。お、あ、司令。これで今からじゃあ僕はゴジラと戦ってきますね。行ってらっしゃい。俺役。あ、人身職だ。お、これが90分の1なんで、とにかくこの台はこれを引くのが大事ですね。人身職90分の1で引けるんで、K、うん、さんもこれ引いてください。ういっす。おー、なんかチャンス来た。あ、それは多分何、なんだろう、多分スイカかな。スイカ、スイカか何かが引けたんだと思います。僕は一旦外れと。おー、なるほどね、終わった感じで。じゃあ行きますかね。今日モンキーターン、2人がね、ゴジエバ座ってるみたいなんで、まあてか俺番号遅かったから座れる台ほとんどなかったんだけど、行きますか。まあ、最初はね、このポイントを積み重ねていって、周期がね、最大6周期で220、444、220、440、666、どこかでチャンスゾーン。じゃあまあ前兆やね、フェイクもあるけど前兆に入って、でそれスルー6回したら天井、もしくはゲーム数の天井って感じだね。あと朝一はスルーが最大4回リセットかかってればね、もしくはゲーム数は495ゲームなので、まあ大きくはまるってことはないかな朝一から。まあリセットさえかかってればだけど。やばい、マジで子役落ちない。これ子役が落ちないとめちゃくちゃゲーム数に持ってかれちゃうから、このポイントを積むね、特化ゾーンに結構入るんだけど、子役引かないと入んないから。おっと、やっと子役が落ちるわ。はい、これで激走チャージに行ってくれればいいんですが、あ、これはあるか。 OK、 ここ大事、これマジ大事。ここでね、レア役を引くかどうかでな、そのゲーム数積めるかどうかもあるので、AT 中の恩恵を受けれる可能性があるから、ここでレア役を引きたいんだが、青だとダメですね。ここもポイントも OK、 これワンチャンレア役。はいはい、ダメ。一番寒いんだよな。はい、1回目これで当たれば、まあいいです、これで当たれば
一周決めね。はい、青。はい。まあ、現状寒いかな、まだ。はいはい。うわー、ないかな。弱いね。青かな。青やね。ここかな。はい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 。いや、ガモンさんもね、なんかね、初代はね、ガモンさんとか出ると結構勝てた印象あるんだけど、このモンキーターン 5V はね、ガモンさんめっちゃ強くなってんだよガモンさん全然勝てない。まあ無理やね、チャンスアップもないんで、まあ無理でしょう。もう最近さ思うけど、スロットはね、もう設定じゃない、引き引きです、引きます。あ、岩が出てる。エマージェンシーって書いてある。あ、なんか赤い、俺守ってるぞ。追加だ。はいはいはい、はい、さあチャンス。あ、来た。お、これがあのスイカの、はいはいはい、まあ、30% ぐらいとかで行く、うんうん、アスカレイっていうチャンスゾーンです。はいはいはい、これは成功させると、うん、ボーナスが当たります。これはボーナスのためのチャンスですね。で、これ中は、はい、子役を2回連続で引いたら当たります。さっき2回でいいんだ。いっぱいさリプレイ引いたじゃないですか、続けて。あれで当たりなんだ。当たりです。ここでね、ここでやりたい。はい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 。かわいいレイちゃん、かわいい。あ、やばい、レイの目が。お、待って、頼む。子役を引けないといけないんです、まず。なるほど。いやでもめっちゃ戦ってる、めっちゃ戦ってる。全然子役は引けない、まあ、カラクリサーカスのねデウス的なマキナみたいなもんなんで、うんうん、え、1回も引けないとかありますこれ。え、まずいです、まずい。1回も引けないです、ケイさん。まずい、まずい。頼む、頼む。戦え、戦え、勝つんだ。あっか、やった、レインボーだ。お、レインボーでした。ってことは当たりです。おい、 OK、 きた。よし、これで僕はボーナスに当たりました。はい、ボーナス。はい、ここで赤だったらいいんだけどな、うんうん、青だ、紫ね。おお、色によって違うんだ。そうです。で、これがボーナスで、うんうんうん、あのエヴァンゲリオンラッシュ、ゴジラ VS エヴァンゲリオンラッシュっていうのがこの台が一番楽しいところなんですけど、はい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 、それに行くためのチャンスを得るためのボーナスだと思ってください。お、まずはスタートラインに立ちましたと。そうです。いや、まだスタートラインに立ててないです。立てないんだ。まだスタート、今ゴールテープ貼ってるぐらいです。立ってないんだ。ここでまず、お、いいよ。お、熱いよ。ちょうだい 30%、 30.5% で、はい、うわ、ダメ。おー、いいよ。いけ、皆さん。はい、これはこれ、スイカ狙ったんですけど、うん、スイカが揃わなかったので、うん、これはラッシュチャージが絶対もらえます。お、 100% です。お、しかも GC 食費と。お、すごいもう最後の、うん、本当に今からスタートラインに立てるかどうかの勝負をしていきます。うえ、頑張れ皆さん。はい、6ゲーム間にね、予告が出たら確定。
ダメだ。僕はこれでスタートラインにも立てずに終わりましたっていう感じですね、はい、なるほどね。そういうの繰り返していって、そうこのスタートライン突破したら悔しい、悔しいよケイさん、俺は悔しいよ。絶対倒してやる。チャンス目も人身食薬も引いたのに。まあケイさんと僕って実は結構前からの人狼で、あーですね、あのつながりあるじゃないですか、アモアスの前から4年5年ぐらい前ですよね。はい、まずメイヤさんがあのこうやってパチンコ好きじゃないですか。はい、その好きっていうことも知らなかった。そうですよね。あら、ただの好青年だと思ってましたもん。いや僕とケイさんは最初は人狼でね、あの、うん、ご一緒しましたからね。なんか、ね、嬉しかったですけどね。なんかそのアモアスが流行った段階でなんかその人狼で一緒したことがある人と一緒に遊ぶ機会が増えたじゃないですか。わかるね、わかる。はい、一緒に遊びましょうが今気軽に言えるようになったのがすごい、うん、嬉しいですよね。嬉しいです、嬉しいです。なんかいろんな企画でもね一緒に遊べるようになりますし、あのメイヤさんと普通にアモアスない人狼であのコラボ誘ったことあったじゃないですか。はいはいはい、ありましたね。あれも結構ちょっとあの戸惑いながら声かけましたもん。わかります。やっぱ K さんとか声かけづらくなっちゃってたけど、ハードルがねだいぶ下がった。はい、わかります。それ良かった点ですよね。めっちゃわかる、めっちゃわかる。 K さん、僕何回目かわからない人身食です。人食するね。はい、もしかして使徒なんじゃないの。俺が。あ、宇宙兵だ。え、これ熱いんですよ。これめっちゃ熱いんですよ。来てる。これボーナス当たったらラッシュ確定なんで、うん、お、めっちゃいいの来てる。これマジで熱いっす。おい、来い来い来い。これね 22% ぐらいで多分当たらず。え、すげえ来た、すげえ確率。ここ子役マジ大事。やったー、これラッシュも確定です。来た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 。やったー、めっちゃ光ってる。 AT も確定しました。だからエヴァンゲリオンラッシュが確定しました、すげえすげえすげえ。めっちゃ嬉しい。来た来た。で、これはもうボーナー AT 確定、ラッシュしてる、確定してるから多分赤が揃うはず。お、はい、ゴジラボーナス。K さん、やべえ、ここまで上がってきてくださいよ。すぐに上がってやりますよ。あ、なんか引いたかも。ダメだ、リプレイだったね。というわけで、じゃあ僕はまず、はい、お、これが大事です。はい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 、はい、頼むよ。ここが勝負なんだ。ここでエア役を引くか、うん、ここまずスタートラインに立てるかどうかの勝負なんです、はいはいはい、あ、これ次引きたかったんだよな。リプレイでこの次の、このこれ大事なんです、はいはいはい、ここで50ゲームだとちょっとつらい。なるほど、リプレイ以上でちょっとチャンス。限界突破しろ。レア限界突破しろ。100ゲーム K さん、マインドコントロールして限界突破しろ。いって16%ぐらいだっけ。いけあ、これでスタートライン、これスタートライン、はい、オッケーオッケーオッケー、頑張ります。頑張って。まず1回目のね、ゴジラエヴァ、ゴジエヴァラッシュ、はい、行ってきます。やっちゃえやっちゃえ。で、これ中も大事なのは、うん、人身食ずるから。あ、ここでも人身食狙うんや。そう、いけ、皆さん、ここで何かを起こさないといけないんだけど、あと10ゲームしかないよ、ケイさん。助けて。頑張れ。ゴジラと戦わずに終わっちゃう。これじゃあ第三東京をエヴァンゲリオンが走ってるだけで終わってしまう。高確率、普段90分の1なんですけど、うん、10分の1で人身食薬が揃うようになります。めっちゃ上がってる、めっちゃ上がってる。あー、どうだこれ。来い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 。ダメ、ダメか。何にも面白くない。はい、というわけで、はい、275枚で終了と。まあ、でも終わった後この赤いのが光ってる70ゲーム間は、はいはい、これ70ゲーム中にボーナスを引けたらまたエヴァ、ゴジエヴァラッシュに入るんで、うんうん、お、ちょっと熱い状態なんですよ。奇跡を待つより捨て身の努力ですよ。おお、いいですね。あ、
よかった。絶対天井だ。当該で確定なんで4で確定だから、理性は絶対かかってるわ。もうこれ多分天井、理性天井。さあ天井越えました。おーおーおー、こんな感じになるんだ。ああ、なるほどね。はいはいはい、じゃあ行きましょう。本日初の SG ラッシュ。誰が出るか、初手大事。うわこれきつくね。浜岡スタートか。黄色ね、まあ、一応初手 50% 以上。うわシナリオが分かりにくいね、浜岡スタートだと。うわ頼むわ、これマジで頼むわ。ふぅ、終わっただろうなこれ。いやきちいわ。まあ一応まあシルエットモンキーターン出たけど、ロゴこれだけだとな。うわきちい。3枚目いきましょう。おっオッケー、よかったここで強茶目。何もなし。設定の資産もまあ青コインはもうないようなもんだと思っていいので。え、マジ、え、おお、初めてまともなシナリオ来たな。こう1点以上確定ですね、これなんで。で、初ターンが 66% 以上確定してるから、このヒロインだけはないですね。まあこう1点選ばれること結構多いので、まあでもほぼこう1点かな、緑赤、うん、ほぼこう1点やね。まあそうね。なんもなしと。ちなみにケンさん、人狼するときは何を意識しながらやってるんですか？あー、人狼するとき、間違えちゃった、うん、あの、いかに人が嫌がることをしてやろうかな。例えば、なんかその嫌がることって、例えばどんなことあります？なんかこういう動きされたら、この人嫌な気持ちになるんだろうなっていう。え、それ村でもやってるってことですよね。そうそう、できる限りその感情を揺さぶらないと。あー、で、そっからあのこの人が村かどうかを考えるってことですか。そうそうそう、それがないとね、素のその自分なんて出てこないから。あ、なるほどね。できる限り意識してないところを引っ張り出すみたいな。怖い怖い人だ本当に。あ、ね、雑談でいいんですよ。とんでもないところで引いてるじゃないですか。マジ。ゴジラの顔が見えていく。ケイさん頑張って。今リスナーさんの画面に負けてる。ダメ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 、負けちゃいけない負けちゃいけない、配信者として負けちゃいけない。あああ、ケイさん勝ってます。オーケー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 、頼む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 。あ、シンジ君だ。シンジ君、うん、ちょっとチャンスだよ、チャンスだよ。はい、シンジ君行きましょう行きましょう。シンジ君勝とう。シンジ君、あなたは死なないわ。私が撃ってるもの。あケイさん、くそケイさん、くそ、16% 取ってる取ってる、すげえ。ええ虹、どういうこと。えやばなんでよ、エンジャイアンもうね。やばやば
いや、ずるですよ、これずるいよ。そうだよね、すげえ、100いくのですら 16% ぐらいなのに。お、待って、下パネルが消えてる。これ下のパネルが今、はい、消えてるじゃないですか。消えてる、これもう勝ちです。え、勝ったので、はいはいはい、これボーナスです。2、3、あー、50ゲーム。あー、OK です、OK です。でも、まあまあまあ、あー、終わった、終わりました。まあでもまた70ゲーム間チャンスあるんで、はいはい、引き戻しましょう。キングギドラ、笑い。まあでも559枚出たんで上出来。さあ、来い来い。なんでだよなあ、1ゲームおきに来る流れだったじゃん今。マジで下手くそ。Kさん、リプレイも引けない。いけ、あー、終わりです。ラスト、リプレイ1回だけだ。あ、マジでこの台むずいわ。5枚目いきます。あー、マジか。行こう行こう行こう、行ってくれ行ってくれ。おお、来た。これはチャレンジ確定なんで。はいはいはい、初めての赤ゴジラ、いいですね。行きましょう。さあ、ラッシュチャレンジ。まだエヴァか。あ、え、当たりです。お、やった。素晴らしい。来た来た来た、うまいね。はい、OK、3回目。よしよしよし、頑張ってゲイさん。来た来た。あ、はい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 、よし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 、行こう行こう。1、2、3、次のレバーゲーム数をつかみ取れ。来い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 、50を1、2、3。おー、いった。っ、プラグ信号50を突破しました。計測不可能です。100ゲームナイス。人の領域を突破し、素晴らしい。終わったかな。あー、終わった。終わっちゃった。終わっちゃった。まあ、701枚、お見事、1000枚超えましたよ。終わった、すごい。なんとか、まずは素晴らしい。高田さんはどうなんだろう。いや、一人で上側だったらちょっと悔しいですね。確かに。これは大変なことになったな。さあ、懲罰とか引かない？お、マジ？マジか。ここで引き戻せたらマジでかいけど。お、レアカードよ。あー、なるほど。頼む頼む、ベルの引きはいい、ベルの引きはいい、ベルの引きはいい、頼む。うわ、マジかよ。うわ、すごい、ベル引くのに。わあ、よかった。あー、セーフ。29ゲームで引き戻し。いや、懲罰両方成功させてもマジでかい。よかった。ほぼメダル消費してないわ、懲罰で入ってるから。でけえ。お、マジでかすぎ。さあ、あとはシナリオ。
うわー、旗のスタート終わった。いやでも、わあきついな。まあ無理だよな、終わりだよな。いや、お、アリサ、マジマジ、嘘でしょ。よし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 、よしよしよし、えのきか。おお、マジ？えのきに勝ったのでけー。見せてやる、奇跡で引かない？外れか。あー、まあ V ストックね。オッケー。誰？誰か次第。ガモか。まあまあいいでしょう。オッケー。でけー。いや、ゲーム数でもいい。もう何でもいいわ。はい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 、全然いい全然いい全然いい。浜岡いいね、いいね。レア子役いいよ、子役いいよ。なんで1回しか弾けないかな。あ、普通に弾くだけの話やのにな。やっとこさえは半分返ってきましたね。これで持ちメダルがこれで750枚なんで、はい。これマジ次の下めっちゃ大事やで。あ、マジか。え、なんだろう、これ何でもあるな、こうなってくると。あ、関東が増し以上で低階のヒロイン示唆で、普通に低階のヒロインっぽいな、これきつ。オール 50%。 あー、前の木はいないけどって感じだな。チャンスアップなし、チャンスアップなし、終わったな。まあ現状負けやね、ほぼ。ないか。はいはい、ロゴ。発生が来た。お、ここチャンスだな。でもまあ通常時よりは AT 中にやれって話なんだけどね。はいはいはい。 G 細胞発生中。これめちゃ熱くね。お、これめちゃ熱くないか、これ来てる。
あこれでも2連続できなきゃいけないか。 OK、来た。これまだねチャンス、あと活性化7ゲームついてて8ゲームあるんでめちゃくちゃチャンス来てる来てる。ある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 来てる来てる。オーケー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 。3つ目3つ目、あと1ゲームあるからもう一回やろう。ダメか、あー終わっちゃった。4つ、あ4つ、オッケー。これ中に取ればいいんで、これ中に絶対取る。頑張れ、扉を開けよう。オッケー、でかい、1個目からゴジラ、でかい。来た。やります。取れずかな、取れずでしたね。さあ、ラストチャレンジ行きましょう、5ゲーム。ラッシュチャレンジで、ダメだ、まあ、まだあとボーナス3つあるんでね。お頑張ろう。いやー行ってくれ、苦しいな、取っときたかったね。オッケー、おチャレンジは取った。よし頑張ろう、5ゲーム行ってくれ。やったー、やったー、来た来た、やっと取った。俺初めて取ったけどこれでオーケー、腕ブラッシュ3回目か、まあ、これは赤です。さあゲーム数は乗せしておきたいな。20ゲームでかい、10ゲーム。さあ3つ目30ゲーム上乗せしましたと、もう1個ありますね。うぃ贅沢、上乗せしたいね。あさあというわけで、最後のボーナスは上乗せなしでした。いきましょう、いけ。さあこのレバー大事、レア役を引っ張ってこよう。もう強チェリーとかも引いてもいい。100ゲーム、さあ来い。よっしゃ、おお、よし、でかい、まだ全然あるよ。おいちょ、こっからの OK、 あーダメか。いやでも100ゲーム、いやめちゃくちゃありがたい。130ゲームスタートっすね。よう引いたわスイカ、いやすげえ。乗ってきた。なんか引きたい、何か引きて。頼んだ。お、ゴジラだ。ゴジラ。
えー、いやいいね、来た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 、よかった、頼んだ、予告入ったや、予告や入った、当たりです、すごい、マジですごい、ケイさんほぼ全部入れてない、来た来た、やってこやってこ、小さくてもええ、小さくてもええ、いやよう入るね、取りたい、おいリベンジするぞシャムシエル、さあ80取ってのアタックか、オッケー、10ゲーム、次のルバーで追撃チャンス、ゲームストーつかみ取れ、限界突破、ブラグスク、もうしない、限界突破してくれ、まあ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 、方向してくれ、これベルでも結構な確率なんですよね、行こう行こう、ダメか、この戦力で厳しくなんてない、信じていい、さあというわけで、レア役いきましょう、ここお、いけるやつ、ダメか、1159枚終わりました、あとまあ半分ぐらいは返ってきたかな、うんうんうん、めっちゃめっちゃいってる、1100、半分ぐらいは返ってきたが全然足りないね、計算も終わっちゃいそうか、この次のレア、次でレア引いたら、あめちゃ熱かったんですけど、344枚、344枚、いや70ゲーム以内に当てちゃえばラッシュ入るから、あー惜しい、ねえゴジラって一体何の私のセンスじゃない、わーリプレイ、来た来た来た、 20% あります、これで来た、ダメか、 20% あるよ、お、すげえ来た、頼む、来てくれ、あーでもやったー、来た来た来たこれで70ゲーム以内なんで、はいはいはい、ラッシュ確定です、来た来てる、めちゃ嬉しい、これはよっしゃー、来た来た、でけー、でかいでかい、50ゲームではあるんだけど引き戻せると、はいはいはい、残念、さあレア役、冷え、レア役、ダメか、あー1344枚、いやでもすごい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 、高田さんどうなったんだろうな、ね、気になるな、助けてあげて、助けてあげて、しゃーしゃダメです、うわー1504枚、すごいすごいすごい、よう出た、すごい、めっちゃ戻った、めちゃくちゃ取り返しはしたが、リセ終了、いやあれあれ、いやいや疲れてますね、はい、じゃあまずね、今日みんなの実践結果どうだったのかということで行っていきたいと思います、はい、僕はですね投資782枚で、回収が320枚ということで収支が、マイナス462枚でした、耐え耐え、マイナスか、
いや、あのね、毎回パチンカス初めて来てくれた人ってやっぱ勝ってるんですよ、ビギナーズラックで。ケイさんだからポケモンのスロット打っちゃったせいで、あ、多分ビギナーズラックないっすね。いや、違うんですよ、演出ってものはね、はい、なかった。な、え、じゃあ、あのね、ポケモンでないのよ。あ、ないっすね。全部数字回るだけで、ない、うん、なんかよくわからんけど映像が始まったから、はいはいはい、それにちょっと気取られた。あ、なるほどね。ごめんなさい、気がそっちに取られましたね、僕は。なるほどなるほど。私の方はですね、投資が2116枚、あら、回収がでもですね1421枚で、収支マイナス695枚です。まあ、2人ともちょっとねマイナスにはなってしまいましたけれども、ね、楽しく打てたかなと思います。え、で高田さんどうだったんですか、はい、モンキー投資が、はい、2162枚、あ、まあ、僕と同じぐらい、はいはい、回収がゼロです。え、普段からやられてる方ですよね。はい、そうです。そんなことってあるんですね。いや、関係ないですよ。普段からやってるやつ、普段からやってる俺が隣で死にそうになりながら打ってたの見たでしょ、Kさんも。だいぶ悲鳴聞こえてきた。そう、はい、まあそんな感じでね。はいはい、はいはい、来た。ということでね、高田さんが今日一番負けたということで、高田さんが罰ゲームを受けてもらいます。今日の罰ゲームは何ですか。怪力足つぼ、怪力三重章連れてきたよみたいな。やばいの来ちゃって、やばすぎやろ、やばいの来ちゃって、やばいの来ちゃって。いや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 、ちょっと足つぼみたいに誰ですか。あ、ちょっと自己紹介してもらっていいですか。私、DMM パッシュタウンの翔太君と申します。あ、すぎない、 DMM パッシュタウンの方。え、じゃあスロットとか普段打って、いいんすか、あのボタン押さじゃなくて足つぼ押しに来ちゃって。はい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 。そんな人おる。筋肉やばい、あの太ももぐらいの太さがある。マジでやばい。足つぼこれです。そうなの。あ、パチスロ下手な人って足つぼ受けなきゃダメなんだ。あー、確かに。え、上手くなるってことですか、やったら。まあ、あの、多少は。あー、多少は。多少はね。リプレイの数ぐらいいいね。めちゃくちゃいいじゃないですか。あっちしろ上手くなるんだ。やっちゃってください。はい。うわ、マジ今日の敗北者ですから。え、あ、そういう感じでいくんだね。怖っ。ありがとうございました。ありがとうございました。今までで一番やばいところ。やば。テンション上がったわ。上がった。あ、元気になってる。元気だった。この後展開いいんじゃない？元気だったわ、本当に。まあ、じゃあそんな感じでね。本日も、ありがとうございました。ケイさんはね、初めてのゲストとして来ていただいてありがとうございました。はい、またぜひ遊びに来てください。では、本日も見に来てくださった皆さん、見ていただいた皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。